どうも、もったいない代表の吉原です。本日の動画では、以前の動画で、アーク溶接機についてご説明したと思うんですが、その続きとして、本日の動画では半自動の溶接機をご説明したいと思います。半自動の溶接機を簡単に言いますと、アーク溶接機の進化版と、ご理解していただければなと思います。なぜかと言いますと、スイッチを押すだけで、自動で溶接ワイヤーが補給されます。そしてスイッチを押したら溶接が始まるという、こういった手軽さがございますので、初心者の方でも非常に扱いやすい溶接機となっております。もったいないんでは半自動の溶接機も高価買取をいたします。倉庫に眠っている、もしくは外に置かれている、潰れている、こういったものであっても、もったいないんであれば高価買取をいたしますので、ぜひ不要になった半自動の溶接機がございましたら、当社へ一度お電話いただければなと思っております。また店内でも、きれいなものから少し状態が悪いものの半自動の溶接機が多数ございます。ぜひご興味があれば、当社のホームページもしくは来店をお待ちしております。よろしくお願いいたします。